そアイドル研究部へ。今日はあなたに話したいことがあります。まずはその椅子に座ってください。あのね、うちずっと考えてたんやけど、スクールアイドルにも他の技術とかがあった方がウケるんやない？ほら、いろんなスクールアイドルがいるやん。 MC が上手いスクールアイドルとか、運動に秀でたスクールアイドルとか、コスプレとかお笑いとか。ということで、今回うちらは手品を練習してみました。手をグーにすると、この隙間からハンカチがどんどん出てきちゃうし、この帽子を取ると小鳥さんのぬいぐるみが出ちゃうし、こっちのステッキからはお花が出てきちゃうやん。うん、あれ、うちの手品いまいちだった？あ、笑いをこらえてる顔やん。もうつまらなかったかなってドキドキしちゃったよ。楽しい時はちゃんとあなたの笑顔を見せてね。